こんにちは、勝則です。この水草はなんていう水草になるんですかね。ザリガニのおやつになればいいんですけど、前もって取っておいて、でザリガニが取れた時の餌におやつになるようにしときたいです。これ水草じゃないのかな。根がないですね。切れてるのかな。わからないな。あ、根はありますね。岸のやつだけなんかでちぎれたんですね。出てきました。こんなんですね。なんていうやつなんでしょうね。なんかいっぱいついてますね。卵ですかね。何なんでしょう。一旦持って帰ってきれいに洗って、で使わないといけないですね。とにかく手の届く範囲のやつを取りましょう。どれぐらい取ればいいのかわからないんですが、であまり気持ちよくないものがポツポツとついてるんですが、まあきれいに洗うという前提で取ります。ヒシの実ですかね。ヒシの実が落ちてますね。これですね、ヒシの実です。丁寧に洗えば食べられるということなんですが、僕はまだ食べたことはないです。この水草が何なのか、それと水槽に入れていいものなのか教えていただければ幸いです。この部分の方が多いですが、水草なのでそれは仕方がないですね。結構根の方が長いですね。ずるずると根が長くあります。そこまで行ってますね。昔まだこういうの池なんかが結構きれいやった頃、絶対に泳ぐなと、ここの池はすり鉢状になってて、入ってすぐにぐっと深くなってて、しかも水藻がものすごく生えてるから、それが足に絡まって水の上に浮かべなくなると、で沈んで死んじゃうから、絶対にの池で泳ぐなと、よくじいちゃんやばあちゃんから言われました。今ではもうこんなとこで泳ごうなんていう人間はいないですけど、まあ水も汚くなってしまいましたからいないですけど、ものすごく暑い時期なんかやったら泳ぎたいと思うのかもしれません。よいしょ。よいしょ。
結構やっぱり根は強いですね。なかなか引っ張り上げれないです。あわよくばザリガニがいたらなと思ったんですが、今んとこザリガニは見かけません。最初に探して逃がしたサワガニとこの水草ばかりですね。昼休みの休憩も限られてますので、今日はこれぐらいでやめておきます。ありがとうございます。